日本代表は13日に開催予定のコートジーボワー代表戦に向けて、オランダで合宿を続けていい。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもど、でも簡単主張。1ヶ月無料をお試し実施中、現地11日、オンラインでの取材対応に応じた、MF、南野匠、次のコートジボワール戦に向けて、やっぱり、前試合とはいえ、どんな試合でも勝利を。 目指ってプレイしたいですし、そこで存在感を示し、行かないとこのチームにも確約されたい場はない。次の試合も引き続き結果にこだわってプレイしたいと思いますと意気込みを述べ、国際 A マッチウィークが終わると、選手たちは、れぞれの所属クラブに戻っていく。クラブと、表で二人の異なる監督から指導を受けている、とになり、クラブに合流すれば、 クラブの戦いに忠実に、そして代表に合流すれば、代表のや、肩に頭を切り替えてプレーしなければなら、い。これは我々、外部の人間が想像するよりも難、いだろう。では、今南野がプレーするリバップルと日本代表、それぞれを率いるユルゲン、ロップ監督と森康はじめ監督に共通点はあるの、ろうか。 11日のオンライン取材の場で尋ねてみ、難しいな、共通点は、やっぱりどちらも熱い感で、そして選手が、この監督のために試合に全で戦ってプレーしたいと思える監督だと思え、ます南野は、このように答えた。クロップ監督、選手思いで情熱に溢れた指導者だというの、世界中のサッカーファンも知るところ。だが、補監督にも似たような側面があるようだ。 さ、に、南野は、日々、日常から選手と、コミュニケーションをとって、意見交換したり、しかも監督の明らなビジョンを選手が理解した上で、信頼し、得ているからこそ、そう思えると思うので、そ、は、共通していると思いますと続けた。信頼関、があるからこそ、この監督のために、全力で戦、たいと思える。南野は、 クロップ監督と森保監に対し同じ思いを抱いているようだ。リバプルでも日本代表でも指揮官からの信頼に応るパフォーマンスに期待したい。取材文船渡る両 <music>